現在、農道の復員が2メーター、それを4メーターに拡幅する効果を4つの中型から大型のトラクターでシミュレーションしてみたいと思います。まず、小型のあ中型の45馬力のトラクターですが、スケース0.9といういい状態なのですけれども、農道の降幅が、復員が2メーターです。非常にこれは厳しいので、右側が脱輪しない を前提としながらこのように旋回しますこれはかなり高度な技術がいりますで、次に摩擦係数を0.6と滑りやすい状態にして今と全く同じ相打を行いましたそうしますとここ滑りが生じますのでこのように右側に 転落をしてしてままいますそのために少し早めに左に転倒をいたしますそうしますと右前輪は脱輪しないのですけど後輪を見ますとちょっと脱輪しかけますがなんとか旋回ができましたこのように非常に高度な運転技術が要求されると いうこととは理解できると思いまますす次ににトラクターを65馬力にし 2m の濃度を60馬力というのはかなりもうアクロバティックな状態なんですけれども一応このシミュレーターでドライバーモデルを使った自立走行を行って進入することは可能ではありました。 あくまで摩擦係数は0.9という非常にいい状態です。では、これを0.6に摩擦係数をします。まあ、当然、時速は3キロという非常に低い速度で進入するのですけれども、摩擦係数が0.6になっておりますので、45馬力の際と同じように横滑りで転落します。 では少しし早めにに左側にテンダを,開始をしますそうすると左の後輪が落ちるのですけどこのシミュレーションではなんとか復帰いたしますが実際なかなかそういうふうにはいかないと。 ですから、65馬力で2メーターというのはありえないそうだと技術だというふうに言えます。それから注目いただきたいのは、それらのトラクターのこういう仕様の中で、ホイールベースが今回は重要な仕様というふうになります。で、えー、今度は 0. ちょっと参考までにですね、3メーターの濃の度であればどうであろうと。 いうことですそうしますと、条件がよろしければ、まあ、あのかなり速い速度で進入しても可能であると。おそらく中型のトラクター以上の場合は、まあ、最低3メーターが必要であろうということはあ当然理解できます。では、濃度を4メーターに拡張しました。えー、拡張後お、65馬力をおそのまま使いますが、 3km ーーで、えー、ゆっくりと進入していきます。サスケ係数は0.9と非常にいい状態であります。4m ーーでありますので、まあ、非常に余裕を持って、えー、2 7 8 m のところで、えー、旋回が完了してギアを上げていきます。ただし、これはマスケ係数が0.9と非常にいい状態です。でスピードを やはり当然これぐらい上げたいなというふうにオペレーターのことは感じられると思いますので時速3キロではなく9キロから10キロで進入しましたそれでもまあ摩擦係数が0.9の場合はうまく旋回できていますじゃあ15キロにして摩擦係数を0.8にしました、まあ、ちょっと危なっかしいですがなんとか旋回はできています では、さらに、えー、摩擦係数を0.6にいたします。そういたしますと、もうこれはコーナリングフォースが十分、うん、確保できませんので、このように右側に横転してしまいます。えー、次に、えー、100馬力のトラクターということでありまして、100馬力の場合はホイールベース、少し大きくなりまして、2.4メーターのホイールベースです。 0.8の摩擦係数です。まあ,あとりあえず問題なく旋回はできているように見えます。では次に速度を上げまして15キロ時速15キロで進入いたします。まあこの場合も3メーターの線を超えてしまいますが、まあ旋回はできています。 ではさらに摩擦係数を小さくして0.6速度をキ時速15キロのままですそういたしますと右側の方へコーナーリングができませんので転落してしまうということですさらに今度は125馬力のトラクターですねでまあ条件のいい摩擦係数0.8の場合は このような速度で進入しても大丈夫だと。ホイールベースは2.7メーター近いということです。で速度を15キロに上げます。摩擦ケースは0.8のままですが、15キロに上げてしまいますと、やはり右側が脱輪をして、かなり危険な状態になりますので、この速度ではちょっと難しいと言うとですね。 さらに0.6に摩擦係数しますと、もうこれは当然横転、うん、右側に飛び出してしまいます。では、摩擦係数0.6に対処するために速度を15キロではなく10キロに落としてみます。それでもかなり厳しい状態になりますので、摩擦係数は常に0.8とかそういういい状態ではありませんので、 0.6という状態もありますですから大型トラクターの場合は幸福が、深の伏印が4メーターであっても、かなり危険な状態がありうるということは、このシミュレーションが示しているところであります。